今回のテーマはエリザベス一世です。もしよろしければご視聴前にチャンネル登録をお願いいたします。それでは本編をご覧ください。エリザベス一世はイングランドとアイルランドの女王で、チューダー朝の最後の君主です。彼女は父ヘンリー8世と2番目の妻アン・ブーリンの娘として生まれましたが、母親のアンが処刑された後、エリザベスは非嫡出子と宣告され、一時的に王位継承権を失いました。その後、異母系エドワード6世と異母子メアリー1世の後を継いで、1558年に25歳で女王として即位しました。エリザベス1世の治世は、宗教改革の混乱、スペインとの対立、そして国内外の様々な困難に直面しながらも、イングランドの黄金時代とも呼ばれるエリザベス朝を築きました。彼女はカトリックのメアリー1世とは対照的に、イングランドをプロテスタントに戻し、教会の権威を再確立しました。これにより彼女はカトリック教会と対立し、教皇により破門されましたが、国内では宗教的寛容を維持しようと努めました。エリザベス1世は生涯独身で通したため、バージンクイーンと呼ばれるようになりました。彼女は結婚を政治的な駆け引きに利用し、多くの求婚者が現れましたが、最終的にはいずれも拒否しました。この選択により、エリザベスは権力を自らに集中させ、王国の統治に専念しました。エリザベス1世の治世中、最も有名な出来事の一つは、1588年のスペイン無敵艦隊の撃退です。この戦勝により、イングランドは海上での覇権を確立し、エリザベスは国民から広く支持されました。しかし、治世の後半には経済的困難や国内の不安定さが増し、彼女の支持率も低下しました。それでも彼女は卓越した政治手腕で王国をまとめ上げ、その死後もイングランドの偉大な君主として記憶され続けています。それではエリザベス1世の生涯を時系列で見ていきましょう。1533年9月7日、エリザベス・チューダーはヘンリー8世とアン・ブーリンの娘としてグリニッジ宮殿で生まれました。彼女の誕生は父親の大きな失望を招きました。ヘンリー8世は男児の継承者を望んでおり、エリザベスが女児であったためです。1536年5月19日、エリザベスがわずか2歳の時、母アン・ブーリンは不貞と反逆の罪で処刑されました。これによりエリザベスは王位継承権を失い、諸子と宣言されました。その後、ヘンリー8世はジェーン・シーモアと再婚し、息子エドワード6世を設けます。1547年、ヘンリー8世が亡くなり、息子のエドワード6世が若くして即位しました。しかし、彼の治世は短く、1553年に亡くなりました。エドワードの遺言では、プロテスタントの従妹、レディ、ジェーン・グレイが王位継承者とされましたが、すぐにその遺言は無効とされ、カトリック教徒のメアリー1世が即位しました。1554年、メアリー1世の治世中、エリザベスはプロテスタントの陰謀に関与していると疑われ、ロンドン島に投獄されましたが、証拠が不十分だったため数ヶ月後に釈放されました。1558年11月17日、メアリー1世が亡くなり、エリザベスが25歳でイングランド女王として即位しました。彼女の即位はイングランドにおける宗教改革の再出発を意味し、エリザベスはイングランド国教会を再建しました。この時期、彼女は賢明な統治を行うためにウィリアム・セシルを主要な顧問に任命しました。1563年、議会はエリザベスに結婚を促しましたが、彼女は結婚しないことを選び、独身のまま生涯を送ることを決意しました。このことから彼女はバージンクイーンとして知られるようになります。1570年、ローマ教皇はエリザベスを破門し、カトリック信徒に対して彼女への忠誠を放棄するよう求めました。これによりイングランド国内でいくつかの陰謀が発生し、その中にはスペインやフランスが関与したものもありました。1577年から1580年、フランシス・ドレイクが世界一周を達成し、エリザベスは彼をナイトに叙しました。彼女の治世はイングランドが海洋国家として台頭する時期でもありました。1588年、スペイン無敵艦隊がイングランドに侵攻しようとしましたが、エリザベス率いるイングランド海軍はこれを撃退しました。
この勝利は彼女の治世の頂点を象徴するものであり、エリザベスの名声を高めました。1603年3月24日、エリザベス1世は69歳でリッチモンド宮殿で亡くなり、彼女の治世は終わりを迎えました。彼女の死により、チューダー朝は終焉を迎え、スコットランド王、ジェームズ6世がイングランド王として即位しました。エリザベス1世の生涯は、宗教的、政治的な激動の中でのリーダーシップと、国際的な挑戦に対する巧妙な対応によって特徴づけられます。彼女の統治は、イングランドを強力な国家へと導き、後世に、エリザベス朝黄金時代として記憶されています。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が良かったという方は、コメントと高評価をお願いいたします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。